現在歌われている朝ドヤユンタは昭和9年にレコード発売されたものです。あ、君は野中の茨の花か、一般的には新朝ドヤユンタと言われ、レコード化する際に本土の言葉で新たな歌詞が付けられました。ではもともとの朝ドヤユンタとはどんな歌だったのでしょうか。石垣島の隣にある竹富島です。朝ドヤユンタはこの小さな島で19世紀中頃に生まれたと言われています。夏川さんは朝ドヤユンタ、その本来の姿を知るために竹富島へと向かいました。竹富島は人口およそ350人。朝ドヤユンタは今から300年ほど前に竹富島で起こったある出来事を歌ったものです。そこに登場するのは実在した朝戸久山という女性です。久山が生まれた家は今も残されています。家の前には朝ドヤユンタ、その歌い出しの歌詞が刻まれています。朝ドヤヌ久山によう、目指ししゅぬ冬たらよ。琉球王府から派遣された目指しと呼ばれる役人が久山を見初め、熱い待遇で現地妻へと誘います。しかし久山はこの申し出を癌として跳ねつけたのです。島の人に久山について話を聞いてみました。こんにちは。こんにちは。どうも。暑いのによう来てくれてありがとう。久山さんという方はですね、はい、どういう女性だったんでしょうか。はい、美人でもあるしね、はい、心も綺麗し、働き者でもあるし、すごいね、人に好かれる女性だったらしいですね。もう本当にもう素晴らしい女性だって言ってね、ここでは本当に島のね鏡として、みんな久山といえばね、やっぱりあやかりたいという人がたくさんいらっしゃるんですね。はい、当時八重山の人々は苦しい生活を送っていました。しかし役人の現地妻となれば豊かな生活が保障されました。それゆえ誘いを断ることは考えられなかったのです。八重山の人々を苦しめていたのが人頭税と呼ばれる税です。収穫量にかかわらず15歳から50歳までの全ての人に課せられた過酷な税でした。竹富島はサンゴ礁の島で農業に適した土地ではありません。島の人々はつましい生活の中、朝から晩まで農作業に追われていました。農作物とともに税として納めなければならなかったのが芭蕉から作られる織物、芭蕉布です。これを作るのは女性の役目でした。芭蕉の繊維は細かくて短いため、紡いで一本の糸にするのは大変な作業です。
しかも一本の芭蕉から取れる繊維はごくわずか。着物一端を作るのにおよそ200本必要となります。現在竹富島で芭蕉の糸紡ぎができる人はほとんど残っていません。91歳になる酒井初さん、島で糸紡ぎができる貴重な人です。酒井さんは子どもの頃に聞いた人頭税に苦しんでいた時代のことを教えてくれました。大変な頃だったらしいね、食べるのもないし、これお金もお金もないから、これでもう昼は畑に行ってもう畑仕事済んで、夜はもうこの糸つなぎして、その暇暇でこう旗折りして、それで納めたらしい。だから昔の人はもう苦労してるね。長いから下から。酒井さんは自分で織った芭蕉布の着物を見せてくれました。今から50年前のものです。ずっとこれつけてよく写真撮るよ。苦しい時代にもくじけず織り続けられた芭蕉布は久山をはじめ竹富の女たちの誇りとなっています。上等素敵です。観光はもうどうでもいいさ。素敵ですよ。すごいいっぱい人が集まってるみたいな。ちょっと行ってみます。夜、風に乗って歌声が聞こえてきました。うわすごい。わーりよあた。島のお年寄りたちが朗々と歌い上げる歌、これは古謡と呼ばれています。現在の八重山民謡の多くは古謡から生まれました。こんばんは。なんか今はなんか太鼓の音とあと歌が聞こえてきたんですけど、今は何をされていたんですか？今はね、はい、今はあのピンニキアヨーというのを歌ったんです。ピンニキアヨー、八重山の古謡の一つです。古謡の一つ、はい、今は誰もかも三線を持ってますけど、ね、昔は三線なんかありませんでした。 ですからみんなこういうのは手拍子で、こういうのは古謡を歌ったような、手拍子と太鼓ですね、はい、それで時によってはまたドラが入るんですね。ダーンって、はい、ドラがね。三線が伝わってきたのは15世紀。しかし庶民の間で弾かれるようになったのは20世紀に入ってからだと言われています。それ以前はこのような古謡が歌われていました。この歌は阿謡と呼ばれる豊穣を招き寄せる祈りの歌です。
捧げるじゃないですけども、こうみんなの平和を祈りながらというような感じもすごくしましたし、あとやっぱり一番びっくりしたのは、あの何よりも本当に声のこう声がすごい出てたことが素晴らしいなと思ったんですけども、朗々と歌われる阿陽の中には、農作業などをする際にテンポよく歌われるものもあります。それはユンタと呼ばれています。アサドやユンタももともとはそういう労働歌の一つとして歌われていたそうです。として歌われた朝戸やユンタはどのようなものだったのでしょうか。祈祷院というところだということなんですけど、翌日夏川さんは竹富島で一番の歌い手と言われている人を訪ねてみました。祈祷院、日本最南端のお寺です。大東逆三人即小法小四女楽原神公開一切先祖修心反戦すいません、はい、あ、すいません、上清堂智子さんですか。はい、そうです。あのご住職さん、はい、そうですね、はい、あの、あ、すいません、はい、じゃちょっと降りてきますから、はい、お待ちくださいね、はい、上清堂智子さんは22年間この寺を守ってきた住職です。すいません、はい、急に、実はですね、はい、あの朝戸やユンタという歌をですね、私も、歌わせていただいてるんですけれども、あの私が歌わせていただいてるのは新朝戸やユンタの方なんですけれども、はい、あの昔からずっと歌われてる朝戸やユンタのことをちょっと勉強させていただこうかなと思いまして、こちらを訪ねさせていただいたんですけれども、はい、はい、じゃあちょっとお寺ですから、あの手を合わせてください、はい、寝かしてください、はい、何万だるす何万だるす何万だるす。上瀬戸さんは竹富島で生まれ育ちました。竹富に伝わる150を超える歌を歌うことができます。またこれから歌の練習もさせていただきます。竹富島で行われる最も大きなお祭り、種取り祭です。600年以上も続く由緒あるお祭りです。上瀬戸さんは毎年この種取り祭で自慢の喉を振るいます。娘のつぐ子さんです。お
昨日の稲垣っていうのはその返しとらんね。それとも上瀬戸さんは娘に普段から島に伝わる歌を教えています。簡単なのがいい。じゃあ何がよ。あ、ウディバヤミやるか。ウフピトバナディタボディタカヒトバナディタボディホイホイヤラエ。上瀬戸家では島の文化としての歌を伝えていくために代々子供たちに歌を教えてきました。そうですね、私はほとんどが父親なんですよ。お母さんはあまり歌わないんで父がずっと歌ってた。でそれをまた私が結婚してこの子たちを産んだ時にもう毎日一日で30、40ぐらいの曲を歌って子守をしました。だから3人産んでますから、その3人産んで子守をしてる間に歌がもうどれだけの数歌ったかちょっと自分でもわからない。でももう完全に、まあ、身についたというんですかな。それが日常の生活だったんです。こねまぬなくかあんまんなきどし、こねまぬばろたあんまんばらいどし、ほいほいやらえよでよ。おいおいやだよ。これ全部子守歌。子供のね、子守。ここの辺もずっと抱っこして、おんぶして、歌ってやるから一切ならないでしょ。おぶってる頃は、抱っこしてる頃は。もうそれから3歳ぐらいになると遊びが入ります。子守歌じゃなくて今度はわらべ歌の遊びに入りますから、それからはもうこの子たちは覚えてますね。冬べま、中ゆべま、たかてまれま、かんざせま、がさめま、あんまかんより、じゃろじゃろじゃろ、はい、じゃろじゃろじゃろ、しゅっかなにみじいりて、ゆんたますった、しゅるしゅるしゅる、しゅるしゅるしゅる。あ、上手上手上手。こういうふうにやります。はい、はい、そうそう、子供はもうみんな喜びますね。これが一番大きい指ですよ。これは真ん中の指ですよ。物を握った時にどれが真ん中になりますか。ふいって握った時は必ず真ん中になるのはこれなんですね。で一番高い指、高ティ、そしてガサ、かんざしは、この昔は琉球のかんざしをこう刺しますから、これでかんざしを持ってこういうふうに刺していくというかんざしで、ガサメっていうのは井戸でカニがクジュクジュっと動いてます。お母さんが井戸に行って水をいっぱい使ってお茶碗洗ったり野菜洗ったり洗濯したり、その時にクジュクジュっと動くカニのような指ですよ。だからお母さん井戸に行って一生懸命お水の音がジョロジョロと聞こえますよ。まあそういう意味で子供に膝に置いて子供の指を持って、うー指回って言いながらやると、もう子供は何が何だかわからないけども、つい体で覚えていくという。これが私の家の歴史だと思うんですよ。芸能と歌のこう歴史の積み重ねというのは、毎日歌って聞こえていて、踊りがあって、それをやって、そういう生活が私の家の歴史だと思うんですよ。これが多分この島も
各家々でそういうのがあって、そういう積み重ねがあると思うんですよ。それが島全体の歴史になってるんじゃないかと思うんです。やらどやるよはいな。それぞれの家で積み重ねられてきた竹富島の歴史。浅戸やユンタも島の歴史の一部として受け継がれてきました。もうあんた入り表で育ったか。いや、全部石垣。全部石垣。労働家である浅戸やユンタは野良仕事を終え浜に集まり、疲れを癒すために歌われることもありました。何回か来たことある。はい、よろしくお願いします。ごやいまいさんのデジちゃん。竹富島で歌い継がれてきた本来の浅戸やユンタ。ひやさどやろこやまにやさゆいよえみざししゅうのたらよはりのちんだらかぬしゃまよ。またはりのちんだらかぬしゃまよ。ひやんばてからみささみよ。さゆいよい。また針のチンダラカノシャマよ。こんな調子でだいたい23番まで。23番まで、はい、ありますが、まあ、私はカネマファーの娘です。で、名前はイスケマです。じゃああなたを私はもらいに行くから、あなたの家行っていいですか。はい、行きなさい。で、行っているところ、浅戸やユンタの歌詞は延々と23番まで続きます。はい、頑張って。じゃあ一応リミが2番までお願いします。聞いてみたいと思います。ひやあさどやろこやまにやさゆいゆいみざししょのこよならよ。ひやみざししゅやばなんばよ。さゆいよい。あたるしゅや。あたるしゅと言います。しゅ。うん。2番で、はい、3。はい。ひやみざししゅやばなんばよ。さゆいよい。もうずっと日中は王様に納める城の、はい、で太陽が入れてつかまぼしという金星が出た頃、はい、その頃に働くのが家族の食いぶちと、そういうふうにして日中ずっと歌い続けながら、自分の心も相手の心もこうお互いに結び合って頑張ろうという、そのまあ血と汗とそのいろんな意味が含まれてこの歌っていうのは作られてます。だからこれを歌うときは生きるという、うん、はい、生きていくという力を持って歌っていただきたい、うん、はい、だから本当にこう心の中から力強く歌っていってほしいなと、はい、そうでないとね、うん、本当の昔の人の心の、うん、あのお腹からこう湧いてくる力がね、わからないんですよ。だから上辺だけのわーっていう歌では、うん、ダメなんです、はい、労働家っていうのは腹の底からぐっとこう歌い込んでいく、はい、そういうので気持ちをあの強めてほしいなと思います。ありがとうございます、はい。
日や朝土屋の小山によさゆいよい日差し小の小よたらよ針のつんだらかのしゃまよまた針のつんだらかのしゃまよ。やや竹富の歌に近いです。ありがとうございます。やや近いですが。夏川さんのふるさとを見つめ直す旅は終わりました。普通に楽しく、やっぱり音楽というのは楽しくこう歌うものだと思うんですけども、それを歌ってたものが実はこうなんかすごくいろんな思いが込められてて、例えばユンタにしても、結構労働家だったりっていうのもこう昔の人がこうやってずっと頑張ってきてた時代もあって今があるじゃないですか。なんかそういうなんか強い思いみたいなものもなんか歌で表現できたらいいなって。